皆さんどうも、マキューです。今回はね、ついに明日からね、みんな大好きラストチャンスガシが来るということで、それについてね、少し早めに話していこうかと思います。今日までね、1日限定でコロネさんとペコラさんの復刻が来ていて、まあ明日からはね、ほぼ確でラストチャンスなんじゃないかと。うん。今までの傾向だと、今井部がね、15日までかな。なので明日から来て13、14、15って感じで3日間かな。基本ね、大体ラストチャンスって3日間のね、時が多いんで、おそらく明日からね、来るんじゃないかと。さすがにね、取り勢だけアップみたいな、取り勢ウルトラ Z アップとか、その辺のガシャを1日挟んでくる可能性はね、おそらくないと思うんだよね。それやってきたら相当ね、嫌がらせでしかないから、まあ多分明日からね、ラストチャンス3日間ね、来てくれんじゃないかとね。んでね、気になってるのがね、今のところやっぱ復刻キャラ2体来て、まあ今日限定なんですけど、これガシャ入ってるのはね、ダブゼのさ、もともと入ってたさ、マリン船長とかさ、フブキさん、おかゆさん、この3体がさ、初日から復刻で入ってたんですよね。あとまあ、Z も話すと、ワタメさんとミコさんか。このね、5体が入ってたんですよね、復刻で初日から。だけどね、一生確率がね、上がってないんですよね、0.1 とかで。だからね、狙いづらいんですよね。俺、普通に宝章マリンとかのダブゼってさ、全然欲しい人今でも多いじゃん。でさ、狙いたいってなってもさ、一生確率低くてどうしようってなってる人もいると思うんで、いや、そこを考えたらワンチャン明日さ、復刻のダブゼとゼットアップみたいな、やべえガシャ来る可能性ちょっとあるなと思った。うん、だからね、ちょっと明日からラスチャンなのかね、不安なんだよね、今回ね。だからね、まあダブゼがもうアップせず、そのままラスチャンに突入するのか、それとも明日一旦復刻のダブゼとかアップ入れるのかな、どうなんだろうね。まあおそらくね、ほぼ確でラストチャンスだとね、思ってるんで、まあそういう前提でね、今回動画作ってってるんですけど、うん。でね、ラストチャンスが来る場合なんですけど、こちらですね、ガシャスタンプがもうね、どういう内容か確定しておりまして、これどこからの画像やってね、思った人もいるかと思うんですけど、イベント初日のね、コロネさんとスバルさんが、プニプニのね、配信をね、コラボ記念でね、してたんかな。その時にガシャ画面をね、開いたらまさかの公式のね、端末だったんで、多分ね、なんか限定の端末だったっぽくて、ガシャスタンプがなぜか初日から来ておりまして、こんな感じで10連目、20連目が、普通のね、SSS 以上確定なんで、これで言ったら、まあ、モモンガレディとかね、いらないキャラも確定枠って感じで、まあ、確定じゃないですよね、新キャラの。だから、10連目、20連目はまあ、微妙ないつものやつで、で、30連目からが新 Z 以上確定ですね、30から50。このね、スタンプがもう確定してまして、もう期間的にも9月1から9月15ってことで、今井部用に作ってるっぽいからね。だから、これがおそらく来て、新 Z 以上確定がね、激アツなんですよね。だから、クロエさん、あやめさん、スバルさん、今回の吹雪コロネ、あと、マリー船長か。このね、1,2,3,4,5,6 体かな、6体、30連目から50連目はね、出るのが確定してて、6体出るのってちょっとおかしいね、6分の1でね、まあ、欲しいキャラが、まあ、何体欲しいかによるんだけど、まあ、そうだね、だからまあまあ熱いガシだよね。 Z 以上確定とはいえさ、クロエさんだけだからね、 Z はね、他はもうダブゼ以上、ダブゼ2体、トリゼ2体、ウルトラ Z って感じだから。で、気になるのはさ、確定枠の確率だよね。まあでもおそらく全員なんか10何パーずつとかだよね、全員多分ね、均等な確率になると思うからさ、クロエさんだけ 50% ですが確定枠やられたらやってられねえよラストチャンスとかなっちゃうから、まあいつも通りね、ラストチャンスは全員ね、新キャラがね、30連目からは均等にね、確率なるんで、まあ結構ね、ウルトラ Z のマリン船長もね、狙いやすいかな。だから今までで一番ウルトラ Z ランクはね、狙いやすいガシャになるかなとね、ラストチャンスによってね。でね、自分もね、この動画ね、多分8時半とか、まあ、9時ぐらいに上がってると思うんですけど、22時からね、お助け生配信をやって、そこから日付変わるぐらいまでお助けやった後、ラスちゃん来たら、ウルトラ Z のマリン船長、関東行こうと思ってます。うん。ちょっと今告知させていただくんですけど、ウルトラ Z のマリン船長ね、今4突なんで、やるっきゃないっしょ、みたいな感じでね。まあ、ちょっと200連ぐらいはする覚悟でね、あと6体ね、狙おうかなと思ってますね。やっぱせっかくね、ウルトラ Z 初のね、関東狙いやすいというか、狙えるキャラで、うん、ニャンボはさすがに無理だからね、せつな。今回、ワイプ会社でルーター Z 入ってね、狙えて、まあ、マリン船長ね、性能もね、全然弱くはないってことで、感動する価値はね、全然あるかなと思うんで、まあ、するっきゃないでしょって感じかな。うん、でも怖いのがね、コロネさんとかね、フブキさんとかね、もう出まくってさ、なんか他のキャラ感動、まあ、フブキさんと俺、クロエさんは感動なんだけど、他のキャラまで全部突しそうなんだよね。まあ、それはそれでちょっとワイプ稼ぎやすいからいいけど、まあまあまあ、ちょっとラストチャンスね、多分回す人多いと思うんだけどね、
結構ね、欲しいキャラ以外ばっか出るイメージあるよね。俺いつもラスちゃんちょっと回せないから、自分の経験上ではないんだけど、結構他の人のラスちゃん見てるとね、なんか別のキャラばっか出てるイメージある。うん、なんか結構何、目玉キャラを10突目指すっていうね、やる人結構多いんですけど、ラスちゃんで他のキャラばっか出てるイメージあるんよね。まあでも運いい人は本当にね、ラストチャンスやっぱ確定枠あるだけあって、ほんと一瞬で終わる人もいる。でも沼る人は全然沼るね、何百連もね。だからそこがね、あのラストチャンスのね、怖いところなんですよね。うん、どうなんだろう、みんなはね、コメント欄とかでラスちゃん回しますとかね、いや自分はちょっと回せないかなとかね、どのキャン狙って回しますとかね、その辺ね教えてくれたらいいかなとね。うん、いやクロエさんさ、今思ったんだけどさ、すでにさ 2.6 ってさ、これやっぱりラスちゃんでも出まくるんじゃないの、ちょっと本当にね、そこがやべえわ。でラスちゃんのね、確定枠はあるとはいえさ、当然確率もアップするからそこも気になるよね。だからおそらくトリゼ 0.7、 ウルトラ Z も 0.7 とか、ダブゼも 0.6 とか8とか、まあその辺だよね。だからそのすびき、その確定枠以外で引くのはね、相当やっぱね、運がないときついんだよね。うん、だからどうだろうね、ちょっとね、やっぱ復刻キャラがね多い分さ、復刻キャラさ持ってない人はさ、その狙えるぞ、持ってないキャラ強いキャラもとかね、マリン船長とか、いやラッキーとかね思う人いると思うんですけど、持ってるぜからしたらさ、もうまた吸い抜けやがったってなるからさ、正直復刻キャラさ、もうさ持ってない人だけの方に行ってくれかしらな。うん、そこがマジで思ってしまう。だからね、いやだって絶対以上3体のダブゼ5体、8でしょ、でトリゼがこれ復刻2体消えて10でしょ、でウタゼが11か、合計11体もね絶対以上いるんでしょ。もうめちゃくちゃすり抜けそうやな。うん、まあ今回そんな感じかな。だからまあ10連目20連目はね、まあスタンプ確定しててあんま期待できないけど、30から50がね期待できるっていうねラッシャーになると思いますね。うん、まあ自分もね、ほんわかね、さっき言ったようにね、日付変わったら、生配信でね、ウルターデッドのマリン船長ね、貫突目指して、まあ回すつもりなんでね、それでちょっとラッシャンコで勝ったらごめん、お助け配信だけになるんだけど、まあそのためにね、ガシャ配信って言ってさ、ガシャ配信してさ、そのラッシャンコなかったら寒い配信になっちゃうから、そのためにお助けをメインとしてね、最初やるんですけど、まあ日付変わってね、ラッシャン来たら、やるっけないってことでね、やるんで、マリン船長ね、まあみんなね、時間がね、空いてるよとかね、夜まだ起きてるって人はね、日付変わり次第すぐ回すんで、遊びにね、配信来てくれれば、で、あとお助けもね、してほしいってなったら22時からね、遊びに来てくれればいいかなと思いますね。はい、ということでね、今回の動画は以上になります。ラストチャンスね、回す方はね、皆さんでね、なんとしても回避しましょう。俺ちょっといつもね、引き運ね悪いんすけど、今回こそはね、本当に回避する。うん、なんとしても今回はもうね、マリン選手あと6体をもう50連ぐらいで6体出す予定。うん、10連目で、てか10連で 2,3 体ね、一気に引いても回避する予定なんでね、ぜひね、見に来てもらえればいいかなと思います。はい、ということで、この動画ね、良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。